今月の月刊 JFATV は、2003年から行われ、今年で19回目を迎える JFA ユニクロサッカーキッズを特集します。6歳以下の未就学児を対象としたサッカーフェスティバルである、この JFA ユニクロサッカーキッズ、今年4月、そのキャプテンに就任した内田篤人さんをお招きして、 JFA ユニクロサッカーキッズを開催する意義や、内田さんならではの子供との接し方を語っていただきます。インタビュアーは JFA 技術委員会中山正夫普及ダイレクターが務めます。内田キャプテン、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たちが今着ている T シャツは、ユニクロサッカーキッズに参加してくれた子どもたちにプレゼントされる T シャツと同じデザインですが、実際これ着て一緒に子どもたちとプレーされたと思うんですけど、どんな感じでしたか？まあ、汗もすぐに吸い込んでくれますし、ベタつかない印象があります。まあ、非常に軽くて、まあ、運動しやすいですね。やっぱりユニクロさんがスポンサードしているいろんなトップアスリートの選手たちが着ているのとなんか同じような素材を使ってるっていう話も前ちょっと聞いたことがありますんで、はい、プレーしている子どもたちも本当に着心地がいい T シャツなんじゃないかなっていうふうに思います。今年第1回目となる JFA ユニクロサッカーキッズが新潟県のデンカビックスワンスタジアムで行われました。この日は雨が心配されましたが、時折日が差す曇り空の下で気温も高くなく、330名の子どもたちが集まりました。新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、マスク着用や手指消毒などを行った上での開催となりました。キャプテンとして初参加となる内田篤人さんは、開会式で子どもたちにパフォーマンスを披露します。元プロサッカー選手のテクニックを見せようと、約50メートル先のゴールにシュートを放ちますが、スタッフの力も借りてなんとかゴール。スタジアムにいる保護者の方や子どもたちを沸かせていました。この日は個人のチームを含む40チームが参加。試合は6人制のミニサッカーを行い、試合時間10分。転んでしまう子どももいましたが、芝生だから痛くはありません。すぐに起き上がって元気よくボールを追いかけていました。お母さんに手を取られ参加する小さい子どもの姿もありました。内田キャプテンも子どもたちの試合に参加します。みんなどっちのゴールに入れるか分かる？そう、あっち、あのゴール、そこのゴール。あっちは違う、あっちのゴールだ。内田キャプテンも一生懸命にボールを追う子どもたちと一緒に汗を流していました。およそ2時間、多くの子どもたちが最後まで楽しんでくれていました。楽しかった。7月4日には福岡ペイペイドームで第2回の JFA ユニクロサッカーキッズが行われ、1158名のキッズがサッカーを楽しみました。今年度は計15回の開催が全国で行われる予定になっています。福岡と新潟の開催の様子なんかっていうのはいかがでしたか？ですね、まあ、新潟のスタジアムに関しては、僕が鹿島アントラーズでプレーしていた時以来の新潟スタジアムだったので、10年ぶりぐらいですかね。非常に懐かしく思いましたし、
サッカーキッズをする前日に多分新潟スタジアムで新潟が J リーグの試合開催されていたので、なんかその熱気のまま僕ら子どもたちも一緒にその同じピッチでプレーしてきたっていうのは非常に大きなことだったかなと思います。福岡ではなかなかあの野球のドームですかでサッカーをできるっていうのはなかなかできないことでしたし、まあ、人工芝だったので、まあ、新潟もそうですけど転んだりしても痛くないですし、まあ、普段できないようなところでサッカーができる喜びっていうのは非常に大きかったです。そこに参加していた子どもたち の表情なんかっていうのはなんかどのようにキャプテンには映りましたか？ですね、まあ、試合開始の笛が鳴るとすぐに真剣な顔に変わってあのボールをかけてゴールを目指す姿っていうのが、非常に印象的でしたし、まあ、それぞれやっぱりレベルの差というか、まあ、体が大きい子もいればちょっとボール怖がっちゃうような子もいましたけども、接触をこう、ね、怖がらずに飛び込んでいける子もいて非常に見ていて面白かったですね。まあ、こういうきっかけがその子のサッカー人生のスタートになってくれたらいいなと思いますし、まあ、こういう時期でなかなかね人が集まって運動するっていうのは難しいかもしれないですけど、まあ、体を動かすこと走ること、非常に面白いんだなっていうことに気づいて、なんかこうきっかけになればいいなっていうふうには思いました。なるほど。私も何度かこのフェスティバルに参加させていただいて子どもたちの様子を見ているともう本当にいろんな表情が見ることができるなというふうに思っています。はい、まあ、もちろん笑顔もそうなんですけどやっぱりゴールに向かっていく時のなんていうかな真剣な眼差しっていうかなんかそういうのはものすごく、はい、いつも引きつけられるなというふうに感じています。あともちろんどうでしたか、なんか途中でなんか泣いちゃったりとかなんかそんなような本当に子供らしい仕草っていうのを見ることできましたか？そうですね、まだ体の小さい子は、どっちがゴールか理解していない子もいましたけども、うん、またそれも可愛らしくてですね、スタンドにいる親御さんにこう手を振ったりとか休憩中もですね、グラウンドの隅の方でみんなで写真を撮ったり水を飲んで休憩したりまたどうやったら試合に勝てるのかっていうのを、まあ、先生コーチ監督と一緒にこうみんなで縁になって、会議をしたりしているのがすごい印象的で、まあ、非常に可愛かったですね。はい、そうですね、もう本当にこうなんだろう、もうちょっとこう自由な感じ雰囲気っていうかもう子供がもう本当に何してもいいんだって許される、はい、安心した環境っていうのが、まあ、本当に運営している側も運営している側の人たちもね、そういった雰囲気を非常によく作っていただいていけてるんじゃないかなっていうふうに、思っています。新潟は、電化ビッグスワン、まあ、J リーグの公式戦をやるようなスタジアムで、さらに福岡はペーペードームということで野球、普段は野球がプロ野球の試合なんかが行われているドームでの、開催でした。大きなスタジアムあるいは普段やらないようなドームといったスタジアムに入って実際に子どもたちと触れてみて改めてどんな印象を受けたですか？まあ、僕がプロのサッカー選手を目指したのもですね、まあ、小さい時に、まあ、ジュビロのスタジアムですね、ヤマハスタジアムを見に行って、そこで迫力と臨場感とスタジアムでやっぱり見るサッカーの素晴らしさっていうのに触れましたので、そういう印象が子どもの時のが強く残っていて、で今回やっぱりそういうピッチの上で、子どもたちが、サッカーをできるああいうのがやっぱり思い出として残っていつかは僕はプロのサッカー選手になるっていう子どもたちが増えてくれれば、いいなと思いますし、まあ、野球のドームは非常に大きくてですね、まあ、人工芝もふかふかで非常に安全だなと思いましたし、何よりも僕が一番テンションが上がってですね、ちょっとバッターボックスだったりベンチに、行ってみたりなかなかできない経験が、ありまして、でまたサポートをしてくれる大学生だったり、スタッフの方々がしっかり運営の方を理解していただいて子どもたちに安全に、
活動できるように運動できるようにっていうのをサポートしていただいたので、もう僕は、呼ばれたところに行ってサッカーを楽しんでっていうことだったので、まあ、できるだけ多くの箇所に、行かせてもらいたいなっていうふうには思ってます。内田キャプテンはこれまで子どもたちとサッカーを通じたコミュニケーション活動なんていうのは、実際に経験があったんでしょうか？まあ、サッカー教室と言われるものには何回か参加させていただきましたけども、まあ、小学生以上だったので、まあ、前回参加させていただいた時は、2、3歳の子もいて、ボールを追っかけるというよりは、グラウンドの上でこうね、ちょっと上のお兄ちゃん お姉ちゃんがこう追っかけてるのをこう見てるっていう子もいましたけど、非常に可愛くて、僕の娘と本当に同い年の子たちが参加してくれてたんで、なんかこう自分の子供を見てるようで非常に楽しかったです。そうですね、まあ、小学生とかね、ぐらいの子供を対象にするフェスティバルっていうのは多分これまでもいろいろ経験されたと思うんですけども、本当にまあ6歳以下未就学児の子どもたちがね参加してくれるイベントなので、そういった意味では非常に新しい経験だったんじゃないかなっていうふうには思います。あと内田さんはシャルケなどで、まあ、海外でプレーされていた時に、例えばドイツなんかのそういったサッカークラブがこのような子どもを対象にしたサッカーフェスティバルっていうのは実際にドイツなんかでも行われてたんでしょうか？まあ、プロの選手がこう子どもたちと一緒にプレーするっていう機会は結構多くて、地区の、まあ、クラブチームのある地元の地区の子どもたちと一緒にサッカーっていうのはありましたけども、まあ、0歳から6歳までっていうのはなかなかなくてですね、まあ、やっぱり小学生が多かったかな、もしくは、まあ、自分たちのチームの下部組織ですかねの選手と触れ合う、なんかこう練習終わって、隣のグラウンドでプレーしているのでそこに飛び入り参加するっていうのはありました。はい、なるほど。まあクラブとかだと本当に小さい子どもたちが参加できるようなフェスティバルなんかっていうのも多分頻繁に行われてたんじゃないかなっていうのを思うので、まあ、そういったところに選手が一緒になって活動してくれるそういう雰囲気っていうのはすごく大事かなっていうふうには思っています。内田キャプテン自身が、まあ、この年齢ぐらいの子どもと接するときに何か気をつけていることなどありますか？さっき娘さんのお話もちょっと出てきたんですけども、実際に親としてもいろんな気づきがあるかなっていうふうに思うんですけど、なんかこういったちっちゃい子どもたちを扱うときに何か気をつけてることなんていうのはあるんですか？まあ、やっぱり楽しくプレーしてもらいたいっていうのが第一ですね。何々をしなきゃいけないとか何々をしちゃいけないっていう持ってき方っていうのはなるべくせずに、子どもたちが自分で考えて楽しくプレーするにはこうしたらいいっていう行動をね、自立した考えができるように導いていきたいなと思いますし、もちろん安全性も含めこういう時期ですけども、感染症対策だったり、転んでも怪我のないように人工芝もしくは天然芝でねプレーするっていうのは本当に、素晴らしいことだなと思います。まあ、あとはやっぱりルールをしっかり教えてあげることかなと思います。試合前に大学生のサポートをしてくれる方はどっちにゴール攻めるのかな優しく導いてくれていましたし、元気よくあっちって言ってね、そのまま手で掴んでいく子もいましたけども、サッカーはねなるべく足でやるんだよっていうことから始まって、また点数もね誰が何点取ったっていうことも子どもたち同士で言い合ってましたので、まあ、そこからこう幅を持ってどうやったら勝てるのかとか、どうやったらチームとして、面白い展開になるのかっていうのをみんながこう考えていけてたので、非常に素晴らしい、まあ、こういう機会だなと思いました。なるほど。あと、まあ、子どもたちと一緒になってプレーもされてたというふうに思うんですけども、はい、まあ、もちろん内田さんぐらいの
レベルの高いプレーヤーなんで、あのサッカーを自分でプレーすることには何の心配もないと思いますけども、なんか実際に子どもたちと一緒にプレーするときに何か気をつけたこととかっていうのはありますか？意外にあのやっぱり子どもたちの歩幅と僕の歩幅っていうのがあの絶妙に距離感的にいやらしくてですね、結構難しいんですよね、抜くとか、タイミングを外すっていうのはあのフェイントに引っかからないので、子どもたちっていうのは素直にボールを取りに来るので、そういうところは難しいなと思いましたし、できるだけこうスピード感とか技術っていうのは見せてあげたいなと思うので、ちょっとこう大人げないと言われてる場面もありましたけども、せっかく僕ね現役引退してすぐこういう話をいただけたので、できるだけこうプロの技というかスピード感技術っていうのを目の前で見てほしいなと思います。はい、1ヶ月のサッカーニュースを振り返る JFA マンスリーリポート7月編。JFA は6月30日チームフットボールジャパン2020の結成を発表。これは東京オリンピック・パラリンピックに向けサッカーファミリーが一体となって応援し、性別や年齢、障害の有無などの違いを超えて人々が絆を深め合うスポーツの価値を伝えることを目指す。また U24 日本代表、なでしこジャパン、ブラインドサッカー男子日本代表が初めて同一デザインのユニフォームを着用して大会に臨むことも発表された。この会見に先駆け、JFA は東京オリンピックに向けたなでしこジャパンのメンバーを6月18日に、U24 日本代表メンバーを22日に発表。新型コロナウイルスの影響から、今大会のみの特別措置として登録メンバーが18人から22人に拡大。U24 日本代表はオーバーエイジ枠として吉田麻也選手、酒井宏樹選手、遠藤航選手を招集した。そして両代表は7月に東京オリンピックに向けた最後の強化試合を開催。まずなでしこジャパンは14日 MS&AD カップ2021でオーストラリアと対戦。スコアレスで迎えた後半、左サイドを抜け出した長谷川唯選手がクロスを上げると、これが相手選手の手に当たり PK を獲得。キッカーはエースの岩渕真奈選手。これを確実に決め先制に成功。この1点を守り切ったなでしこジャパンが本大会に向け弾みをつけた。一方の U24 日本代表は12日キリンチャレンジカップ2021でホンジュラスと対戦。試合は早い時間に動く、13分のフリーキック、吉田選手が久保建英選手からのクロスを右足で合わせゴール。さらに前半終了間際に堂安律選手が右足でゴールに流し込み追加点を奪う。堂安選手は後半にも相馬勇紀選手のクロスに合わせこの日2点目。日本がホンジュラスを相手に快勝を収めた。そして17日には本大会の優勝候補スペインと対戦。日本はボールを支配されるゲーム展開の中、42分、久保選手が力強いドリブルで左サイドを突破すると、最後は堂安選手が左足で豪快にゴール。その後同点に追いつかれ引き分けに終わったが、手応えをつかんだ一戦となった。高円宮記念 JFA 夢フィールドにビーチサッカー日本代表の活動拠点となるピッチが完成。7月7日に開所セレモニーが執り行われた。セレモニーの最後にはモレイラオズビーチサッカー日本代表監督兼選手がオーバーヘッドキックでキックオフシュートを見事に決め、会場を盛り上げた。天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会3回戦、
柏レイソル対京都サンガ FC の一戦。柏に先制を許した京都は40分、右サイドからのクロスを中野選手が頭で合わせ同点に追いつくと、試合終了間際の89分、荒木選手が左足で豪快に決め逆転。 J1 の柏を破った J2 の京都がラウンド16に進出した。その他の3回戦試合結果はご覧のようになっています。高円宮杯 JFA U18 サッカープレミアリーグ注目試合をピックアップ。まずはイースト第9節、横浜 F マリノスユース対琉球大柏高校。30分、マリノスユースのコーナーキックから最後は西田選手が押し込んで先制に成功する。エンドの変わった57分には PK を決め追加点を奪うと、その10分後には左サイドからのクロスを内野選手が頭で押し込み3点目。マリノスユースが3対2で勝利した。ウエスト第9節からは京都サンガ FC U18 と名古屋グランパス U18 の一戦。20分、名古屋の遠山選手が豪快なミドルシュートを突き刺し先制に成功。一方の京都は39分、平賀選手が裏に抜け出しそのままゴール。同点のまま迎えた85分に名古屋が PK を獲得。これを加藤選手がしっかりと決め、名古屋がそのまま勝利を収めた。日の丸を背負い戦ってきた選手たちと、その姿に憧れ走り続けた子どもたち、指導者たちはその夢を育み、仲間たちがその背中を押してくれた。日本サッカーを作ってきた全ての人に感謝を込めて、さあ進もう未来へ。6歳以下の未就学児を対象としたサッカーフェスティバルである、この JFA ユニクロサッカーキッズ。この年代でサッカーを通して学べることを内田キャプテンはどのように考えているのでしょうか。サッカーを続けていく上でやっぱり体の変化、大きさの変化、パワーがついてきたり身長が伸びてきたりしますので、その年に応じての技術だったり体力作りっていうのは一つ大事な要素なのかなっていうふうに思います。あとはやっぱりサッカーは集団競技なので、集団の中でどうやって生活していくのか、わがままなプレーばかりしていたら友達もね、離れていってしまいますし、自分の役割っていうのをチームで決められた中で、しっかりこなしていく集団行動ができるっていう、学ぶこともできるスポーツなので、サッカーを通じて社会の中で生きていく術だったり、自立していけるような考え方っていうのを子どものうちから、しっかり学んでいってほしいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そうですね、サッカーだからこそ学べることっていうのもたくさんあるというふうに思うので、我々は、そういったこともね、片方で大事にしながら子どもたちにいいサッカーを、いいサッカー経験の機会をね、作っていけたらいいかなっていうふうに持っています。最後に、これから初めてサッカーをしようと思っている、保護者の方あるいは子どもたちにメッセージをいただけますか。そうですね、保護者はやっぱり自分の子どもが夢中になってボール追っかけてるところを見たいと思いますし、今回こういうユニクロサッカーキッズの中でも、ピッチの上からお父さんお母さんに向かって手を振ってる子どもたちのね、キラキラした顔っていうのは、やっぱり僕も親ですから、自分の子どもがそういう姿っていうのは非常に嬉しく思いますし、何よりも子どもは、安全に、やっぱり、サッカーにね、夢中になってほしいなと思いますし、サッカーをきっかけですけども体を動かすこと、スポーツをすること、非常に楽しいな、重要なことなんだな、
友達と一緒にプレーすることが非常に楽しいことっていうことに気づいてもらって、こういう活動に数多くの子どもたち家族、話し合いながら、参加していただきたいなっていうふうに思います。はい、これからもこの8月は次の予定はないんですが、9月になりますとまた、はい、札幌をスタートに、はい、東京、宮城、あと宇佐キャプテンの 地元って言っていいのかどうか分かんないですけど、はい、鹿島でも予定されてますので、本当に多くの方に参加していただきたいというふうに思っています。宇佐キャプテン、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。